皆さんこんにちは。こんにちは。柳選手のお話をお聞きしていきたいんですけれども、まずはどんな方なのかお聞きしてもよろしいですか？いいです。責任感があって、とても男気があって、はい、野球に真面目に取り組んでる、なんか頑張ってほしいって思う人にも、なんとか勝たしてやりたいって思える選手、投手ですね。柳さんといえば防御率ね、2.44 で4勝11敗、はい、悲劇のエースみたいな見え方してるわけですよ、はい。まあ、ちょっと4人も10敗投手がいるから、ちょっと1人が投手してるわけじゃないんですけど、今年どうご覧になってました、柳さんの。最初の方はね、本当に連続してエラーしちゃって、内野手がそれで尾を引いて負けちゃったっていう試合が続いちゃったので、内野守備コーチからしても本当申し訳ないという気持ちで、これだけ頑張って、ね、投げてくれてるのになっていう気持ちはあって、で最後どっかで巻き返してきてくれるだろうって見てたら、ね、それが最後まで引きずっちゃったのかなっていう責任は感じますよね。こっちも初勝利が5月の25日だったみたいですよ。そうなんですよ、なかなか勝てなくてね。いやでもなんか負けても負けてもでもずっと投げ続けるっていう、このスタイルって大事だし、絶対今後の野球人生に生きてくると思いますけどね。この1年っていうのはこのまま終わらないだろうし、終わってほしくないし、終わることはまだないですけど、若いし、なんかこれを生かしてほしいなっていう気持ちになりますね。いや、それこそその自分で点数を取りに行くじゃないですけど、バッティングがすごいやっぱ印象に残ったシーズンでもあったなって。バッティング練習めちゃくちゃしてますからね。もともとされてるんですか、ずっと。今年特に、これはこの 2,3 年なんかちょっとバッティングに、でもう最後の方にもうここまでバッティングできるようになったらもう盗塁の練習しようって言ってたんですよ、僕が。さすがに盗塁はいいですやらしたら怒られるだろうなと思ったんですけど、もう野手だなっていう、だバッティングいいんですよ、貪欲です、バッティングでも。本当に点取れないから自分が頑張って二塁長打、だって長打打つじゃん、二塁打ぐらい打ったりされるじゃないですか、柳さんが、なんかそんななんか根性入れたら打てるようになるもんなのかなって、なんか逆に柳さんがちょっと思っちゃうんですよ ね、 やっぱりちょっとね、やっぱりなんだろう、ここの 2,3 年のやっぱり気持ちの入り方からすると、他のピッチャーもこのぐらい入れたらできるんじゃないの、今まで野球やってきたんだからって思うぐらいの伸び率ですよね。それこそ私バンテレに見に行った時にちょうど打ってるところに、見に行ってたんですが、泣けてきましたもん。なんか頑張れと思いながらなんかもう投げて応援したくなりますよね。いや本当に本当にそうでした、入団してきた頃は僕の2000本の時の先発ピッチャー柳です。すいませんすいませんって言ってました。10点も取られてすいませんって、いやいいよいいよって別にこれいい経験にしようよっていう。入団してきた時の印象はどんな？コントロールのいいピッチャーだな。だから球はそんなにやっぱり速くない方になりますから、やっぱ自分でやっぱり工夫して工夫して四隅ついてっていうことをやっていくピッチャーなので、ものすごく相手バッターも研究してるし、やっぱりその試合に入っていく準備の仕方とかを見てると素晴らしいものがあるんですね。こう中日をこうやって、今もう背負ってるじゃないですか、中日を背負ってますけど、こういうピッ選手になれるだろうなっていうようなイメージはありました？1年目もちろんドラ1ではありますけど、正直1年目はそこまでは感じなかったですね、やっていくうちに、どんどん力もつけてきたし、もともとねキャプテンやってた大学で選手ですから、その今回の最後にもああやって話するように、やっぱりまとめようとする気持ちも強いから、こういう選手に結果を出してもらってチームを引っ張ってもらうっていうのがやっぱり大事なことなんじゃないかなと思います。あれ開幕の時もお話しされてませんでしたっけ？話してました。キャンプの時も知ってたんじゃないかな、キャンプの最初も。そういう選手に勝ちがつかないってやっぱり辛いですね。そこはちょっと辛いなって思って、僕も全く同じことを考えてました。そうだから柳投手的にも自分でこれだけのこと言ったのに俺の成績がこんなんじゃっていうプレッシャーもあっただろうし、
ね、でももうそこまで自分で背負う必要もないからもっと好きにやってくれたらいいのになと思いますよね。ちゃんとやってる姿はみんな見てるからもう結果じゃないよっていうのを僕は伝えたい。まあ本当に防御率はすごい成績なわけですよね、うん、本人はどう捉えてるんですかね。勝てない責任とかを感じちゃってるんですかね。そこはね、自分がピッチャーやったことないから全くわからないんですけど、自分がピッチャーやってたとしたらお前打てよって思うよなって。防御率 2.44 でしょ、3点取ってくれよって思いますよね、僕だったら。でもそういう姿は別に見せませんし、クオリティスタートだって7割やってるって、うん、すごいですよ。それに勝ちがつかないっていうのがね、本当に野手もプレッシャーになるんじゃないですか。なんかやばい、もう今日こそなってきます、なってきます、絶対なってます、今シーズンなってますよね。なってきます、絶対今日は勝たせようって、はい、より強く思っちゃいますよね、それはね、うん、思いますよね。で全部の歯車がうまくいかなくて4勝11敗っていう成績になってなかなかないんですよね。どっかではちゃんと合わせてきてね、勝ち出すんだけど、うん、最後までハマっちゃいましたよね。多分そこに対して自分に何か悪いところがあるんじゃないかっていうところまで多分考えてる選手だから、何かあってこういう風になってるんじゃないかって多分考えてると思います。これだって本当、まあ、4勝だからもう当然ちゃと7、8月で1勝しかできないとか、ね、辛いよな。2ヶ月、2ヶ月1回しか嬉しい日がないようなもんじゃないですか。辛いそうだ、先発ピッチャー辛いそうだ、ね、辛いですね。月4回でしょ、1回投げて負けて次の週まで1週間悶々として、勝てなかったらまたもう1週間悶々としてっていうのが続くわけで、これが2ヶ月で1勝ってなったらもう疲れますよ。そうですよね。どこにモチベーションを持って、だって野手の人って、まあ、究極もし3本でも人出たらもうその日はもうおっしゃーっていう、はい、で打てなかったも次の日に打てば、ね、もうすぐに取り返せるんですけど、1週間空くっていうのはね。だって柳さん開幕から、だから5月の25日までずっと嬉しくなれなかったってことですよね、はい、いやしんどい。だって4敗になってるわけだからね、1勝するまでに、うん、そうですよね。柳さんってどういう選手と仲がいいんですか、中日内だと。周平とか仲いいと思いますよ。どういう会話するんだろう ね、なんかちょっと気になりますよね。でもなんかあのほらキャンプに行った時に少しお話をさせていただいたじゃないですか、うん、すごい気さくに、うん、あの話しかけてくださって、めっちゃ面白い人じゃないですか、うん、柳さんでしょ、はい、はい、そうちゃんとお話できる、結構面白い人、うん、面白い人ですよ ね、そうです、センスある方だなっていう、うん、あのね、やっぱり練習対応とか見ててもやっぱりしっかりやるし、うん、あの党内連携って言ってあのバント処理の練習したりとか、はい、ね、あのピッチャーゴロのゲッツーの練習したりとかしますけど、うん、一つ一つ確実にやっていく人なんですよ、うん、内野守備コーチからするとそこでノック打つのが内野守備コーチなんで、もう俺らの言葉よりもこの柳のやってるのを見ときなさいっていうふうにピッチャーには言うぐらい本当に丁寧に丁寧にやって、うん、で試合になったらパッて早いプレーができる人だから、その早いところだけを見てその若いピッチャーたちがそこを真似しようとするから、ちょっとこれ見ときなさいよって、うん、この選手はここではこういうことをちゃんとやってるから試合で早くできるんだよっていうのを言える、なのでちゃんとしたそういう若手の教育もできてるんですよ。同い年、田中さんと。そうなんです、同い年。もう30ですか。はい、来年30になる。何回言います。そう、そうだね、来年は本当に、うん、なんとかもう頑張ってますから、うん、頑張ってるのは頑張ってる人ばっかりですね。でもそう思う、もう頑張ってっていうより踏ん張ってっていう言葉の方がもう合うんじゃないっていう、もう頑張ってますよって言われそうだし、いち早く10勝してとかっていう来年が見たい気がするけど、去年の9勝っていうのも気になりますね。だから9勝11敗とかのなんかこう、ここのなんかこう掛け合わせが良くなれば10勝10敗になってるのかもしれないしとか、9と10ってめっちゃ大きいんじゃないですか。やっぱ9と10大きいと思いますよ、ピッチャーからしたら。そうね、でも9勝してってすごいんですけどね。すごいんだけど、もう1個10勝ってやっぱすごいんだな。でもやっぱ期待するのはエース格の
ところっていうか、なんか存在とするとそうだから、ね、やっぱり貯金を6、7使っ作ってほしいっていうのは、10勝だったら3敗ぐらいっていうのが、うんうん、これから頑張ってほしいですね。しかもピッチャーでいくとやっぱ30ぐらいってもうそこそこもう脂が乗ってるぐらいの。そうですね。で、柳君はまだまだ大丈夫なのは、もともとスピードピッチャーじゃない、もともとはそういうギック、ね、コース狙えるピッチャーだから、そう落ちるっていうのは、ガタ落ちっていうのは多分周りには分からないと思うんですよね。なので、まだまだ楽しみはあるし。あとは本当、もう一個心配が、本当、契約更改がどうなるのか。いや、そうですね。この4勝11敗を中日球団がどう複数年してませんでしたっけ？してないみたいなんですよ。単年の、だからどういう提示を、評価を中日の、これ結構注目してると思うんですよね。はい、あと、最近ね、はい、契約更改でいろんなお話をされる方が多いので、うんうん、柳さんはどういう、また記者の皆さんに対して勝手に柳さんの目標を言って何勝何敗。いやもう2桁はもちろんですけど、うん、まあ15勝目標に応援していきたいと思います。なんかそうですね、今年こんだけ悔しい思いをしてるので、その分、パワーで野球界は一応柳さん推しなんですよ、実は。そうなんですよね。そうなんですか、はい、とても推していい選手だと思います、はい、一応1位はですね、あの福永さんっていう、はい、栄光の、はい、宮本さんの、はい、一応もう福永さん、福永推しから、福永推し1位が福永さんで、2位が柳さんです、はい、柳さんで、で別枠で田中さんの高橋です、はい、あ、田中枠があるわけ、田中枠 で、はい、柳さんに胸打たれた人多いんですから、本当に今年の、いや、僕らは打たれてました、申し訳ないっていう気持ちと、うん、なんで今度は盗塁を教えなかったことだけがちょっと もうついに投げて打って走っちゃう。こうなったら最後はもう2人で話してて、はい、柳こうなったらもうしょうがないぞ、もう走ることもやって、もう全部1人でやるしかないぞみたいな感じで、あいさん、やっぱさすがに盗塁はちょっと僕、うん、やったら怒られるんだろうなちょっとなんかそうやってお話しされてるの想像できます、うん、ただ、うん、2塁からの打球判断だけはやっとこうって、うんうん、そこでちょっといいスタート切れればホーム帰れることあるから、うんうん、普通はね、そういうことピッチャーにあんまり言わないんだけど、できると思うから言うし、うんうん、ちょっとでもやっぱ勝ちに近づいてほしいかなっていう話をしてて、うん、じゃあそこはやりますっていう打撃判断だけは。でも走塁に関しても毎回ね来て、セカンドベースのとこでいろいろああじゃないこうじゃない言いながらやってますから。てか、この間ベースコーチの時に塁上で会う機会も多かったですもんね。めちゃくちゃ多いですよ。そうですよね、こんだけ出てたら。めちゃくちゃ多かったんですよ。なんこういう柳さんが塁でヒット打ってきたらなんて、ライバッティングみたいな話するもう野手と同じ感覚でしたから、僕の中では。あ、まあまあ、打たなかった時の方が、うん、くっそみたいな感じになってましたね。もっと打ってみたいな。僕 BP しましたもん。練習で。打つんですよ。面白い。フェンスまで行っちゃうんですよね、名古屋ドームで。すごい。っていうか今年ファーボールも2個選んでるんですね。そうです。ピッチャーで2個よ。これ止まるんですよ、ちゃんと彼。面白い。で1塁来た時なんて声かけること多かったんですか。で声かける前に向こうからどうでした今の打席行ってくるんですよ。面白い。だから野手と同じなんです。わ、だからもう走塁でもここ最近結構話してますけど、うん、足が速いから走塁がうまいじゃなくて、うん、はい、ここに対しての興味があるからそううまくなっていくっていう、それを柳はバッティングに対してそれをやってますよね。興味があっていろんなコーチと話をして、うん、もっとこうですかねっていうその興味を持ってるから楽しみな選手ですね。来年も引き続き柳投手を応援して勝利を見守っていきたいと思います。荒木さん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。